いやもうすぐ夏ですよ。ということで、バンダイから食玩水鉄球が発売になりました。仮面ライダーウィザードのキャラクターやアイテムが水鉄砲になったものなんですけれども、種類は4種類、インフィニティと、インフィニティリング、ウィザーソードガンとビーストハイパーです。では早速中を開封していきたいと思います。はい、すべて開封しました。意外と大きいですね。素材はソフビの柔らかさよりちょっと柔らかい、すごいぐにょぐにょな感じ、結構触った感じが気持ちいい。では実際に水を入れてみたいと思います。お風呂の桶に水入れてきました。遊び方としては、この人形を潰した状態で水の中に入れる、で離すと中に水が入るんですね。でビーストハイパーの場合はここ、リングの場合はリングの上ですね、インフィニティは真ん中、ウィザーソードガンはここから水が出ます。水が入ったらあとは押せば OK。 リングの上から出るっていう意味がわからないんですけど、このようにして水鉄砲として遊ぶことができます。まあ、プールとかでもいいですし、お風呂とかに置いといてお子さんと遊ぶのも面白いかもしれないですよね。でパッケージの裏にもお風呂で遊ぶ際の注意事項が書かれているので、まあ、どうもお風呂で遊んでもらうような商品のようですね。200円の食玩なんで、まあ、お風呂に1つや2つあれば結構楽しめると思います。以上、食玩、水鉄球の紹介でした。